キクイムシとは、高注目キクイムシ科に属する昆虫の総称。ゾウムシ科、キクイムシア科とする場合もある。ゾウムシ上科に属するが、同じ上科の他のトガの昆虫のように糞が長く伸びず、形態の特殊化の程度は、進んでいない。成虫、幼虫とも1ミリメートル前後から大きくて、数ミリメートル程度であり、木材への先行生活に適応して短い。 円筒形の微小な昆虫である。日本産で少なくとも300種以上記載されており、多様性はかなり高い。森林に多くの種が生息し、行動が掘られた木の幹を砕くと、たくさんの幼虫が出てくる。その名の通り、基本的に、成虫、幼虫とも樹木の材を食べる。材の中や樹皮のもとに細い巣穴を掘って生活しているが、 ほとんどの種が多かれ少なかれ菌類と共生して、材の栄養摂取を行っており、花はだしいものは、アンブロシアビートルと呼ばれ、材中に掘った行動の中に植え付けた共生菌類の実を食べて生活する。幼虫、成虫とも、すべての種類が植物食で、食物とする部位は、ほとんどのものが木材で、一部のものが、どんぐりなど、樹木の種子に先行する。 通常は衰弱した樹木に先行する種が多いが、そういう種でも大発生すると健康な樹木を激しく食害することが知られており、森林害虫として重要視されている種も多い。上記のアンブロシアビートルの中には、同じ行動で浮かした兄弟姉妹間で交尾して繁殖し、非常に血縁度の高い群れを形成する種がある。甲殻類のアラジム樹目にも、 同名のキクイムシカリムナーラデーがあり、キクイムシリムノリやトリプンクタートなどが属するが、これは海に住む動物で、水中に没した木材などに先行する。ありがとうございます。